はい、どうぞ。はい。はい、皆さんこんにちは、牧野潤です。来年2月6日、市ヶ谷ルーテル教会で、私の、クリスタルボール人生30年という、節目を迎えるにあたっての、ライブが行われることになりまして、今日は、そういうことをクリスタルボールのことをちょっと皆さんとお話をしながら、2月6日の宣伝も兼ねて、お話をしていきたいと思います。30年と言いますとね、芸能生活30年とかいろいろまあよくなりますけれども、私の場合には30年前にアメリカに当時住んでた頃に、ボールと出会って、それから、来年で30年になるということなんですけれども、本格的にクリスタルボールを、なりわいとしてやっていこうと、いうふうに考えましたのは、1996年、7年ぐらいですかね。当時はまだ、フロスティッドというですね、乳白色のボールが中心の、時代で、クリスタルボールといえばもうフロスティッドのボールという、そんな時代だったんですけれども、今ここにあります、色のついた綺麗なボールですね、これはアルケミークリスタルボールと言いますけども、非常にその響きのいい軽量小型で低音も中音も高音も出るというような、音を癒しに使うということが、目的で作られた、新しいボールが開発されるようになったのが約10年ほど前なんですけどもね、それ以来ですね、やはりあのクリスタルボールに対する興味を持つ人、いろんな人がまあ増えてきたと、いうことです。特徴はね、倍音がやはりすごいんですね。1個のボールで2個の音が出る、少なくとも2個の音が出るですね。倍音も含めて少なくとも2個の音が出るというのが今のアルケミーボールの特徴です。あと種類的にはね、もう数えられないほどの種類が現在は販売されてまして、発売されてまして、100種類以上になるということですけども、私ももうまだ自分では持ってないようなボールもたくさん今は新しく出てます。これをですね、何個か合わせまして、音を奏でていくわけなんですけども、やはりそのボールの音がまあ合ってるかどうかっていうのがね、非常にこう基本になってくるということなんですけども、
して音を出すというのが基本なんですけれども、もちろん、コツンコツンと叩いていく中で、湧き立ってくるような、雲が湧き立つような感じで上昇していくような感じの音が特徴だと思います。で、今回はですね、私 の、まあ、あの長いクリスタルボール人生のですね、その中で、まあ、体験を通して、学んできたようなことも含めてですね、いろんなことをね、あの皆さんに音という形で聞いていただきたいんですけれども、クリスタルボールがね、まず何をするかという、クリスタルボールの音を聞いたらどういうことが起こるかということの中でね、まあ、よくチャクラを調整するとかですね、非常にこうマインドを落ち着けて非常に深い自分の本質的なところに入っていくことができるとか、まあ、あの血流が良くなるとか、まあ、いろんなことはあるんですけれども、まあ、特にですね、我々の脳波にですね深く作用をしまして、非常に深い脳波、アルファ波、それからシータ波、デルタ波というですね、そういった脳波に、クリスタルボールを奏でることによって、脳波を編成していくことができるということですね。で、今回は、後半の、午後の部ですけれども、その中で10分間ずつアルファ波の波を出したり、シータ波の波を出したり、デルタ波の波を出したりするような、ボールを組み合わせまして、それぞれテーブルにセットをしまして、その3つの脳波の違いですね、を皆さんに体験していただきたいと、そのような企画もしておりますので、ぜひぜひ、お越しください。基本的にはですね、クリスタルボールは、一個一個が、揺れ方だとか響きだとか、それぞれに個性がある、まるで人間のようなねボールなんですけれども、例えば気音と倍音というものを取りますとですね、気音は揺れないけれども、一緒に出した時に倍音が揺れるとか、逆に倍音が揺れないで気音が揺れるとか、あるいは気音も倍音も同時に揺れるとか、もう一個一個その違うんですね。もちろん揺れないボールもあります。まあ、そういったボールも加えて組み合わせて、心地よい、脳波を編成するような、波を作っていくことによって人の脳波を編成するということですね。例えば、揺らすというね中ですけれども、似通った音のボールを鳴らすことによって、その周波数の差で波を作ることません。1個だとこの音が出てるんですけどね、似通った周波数のボールを鳴らすことによって、このボールから出る周波数とこのボールの周波数がお互いにぶつかり合って新しい波を起こす、音を起こすということですね。完全にデルタ波の波ですね。
このようにですね、あるボールとボールを組み合わせることによって、非常にゆったりとした、波を作っていくことができるっていうのが今のアルケミーボールの特色でもあります。これは気温のレベルでもそうなんですけれども、倍音のレベルでも、そういうことを、意図的に作ることができるようになります。というようなね、今回はアルファ波、シータ波、デルタ波、そういったことも含めて皆さんに、体験していただきます。